つまり東アジアの国は文化的にも政治的にも戦後ずっと分断されてきたわけです。朝鮮は南北に分断、中国と台湾も分断、そして日本は他の旧植民地の国々から全てから分断される、分断したのはアメリカです。そういう形で全てがアメリカを、全ての分断されたアジアの国々はアメリカだけを見るようにさせられ、そしてその国同士、東アジア同士での文化的なあるいは知的な交流というものが、ずっと貶められてきたという状況があります。でその中で映画の場合には50年代から70年代まで東アジアでは、まあ、大衆娯楽の中心だったわけですが、いくつかの形で国境を越える、あるいは民族や言語を越える試みがなされてきた。で2つだけ言いますと、1つは例えば日本とか香港が東南アジア全体を巨大な市場として、まあ、娯楽映画を作っていたわけです。例えば勝新太郎、本郷幸四郎主演ブッダとか、香港と組んだ楊貴妃とか、そういった作品が超大作で作られ、そういうふうな形で大衆娯楽としての映画産業っていうのはどんどん国境を越えるっていうのがあったわけです。でもう一つは、これは国境を越えたと言えるのかどうかは分かりませんが、ある国とある国が政治的に、まあ、外交的に、外交関係を作ったときに友好親善という名前で、超大作映画が作られるわけです。で両方の有名な俳優が有名な監督のもとに政府の肝煎りで作られる、つまり外交カードとして合作映画を作ったわけですけれども、お金はかかっていてもいい映画ができるってわけではありません。日本の東アジアとの合作映画ということでいうと、やはり普通の映画会社が、例えば歌謡映画とかですね、つまりある流行歌が流行ったからそれのにふさわしいというのでスターを持ってきて外国でロケする、そういった映画の方が実は日本だけではなくて、東南アジアでもヒットするわけです。要するに娯楽映画です。歌謡映画、流行歌映画です。あるいは別に言えば、石原裕次郎が新聞医者になって、そして中国と台湾の間の台湾海峡で、まあ、怪我をした人を台北まで船に乗せて救う、そしてそこで台湾人の少女と恋に落ちる、そういう金門島にかける恋という映画があったりする。でそういった映画はいわゆる芸術映画ではないわけですが、しかし日本と台湾では、あるいはもっと広い意味で東南アジアの文化圏の中ではものすごくヒットするわけですね。石原裕次郎が残したものはすごく大きいんです。それが台湾人の国民感情にメンタリティにもいろんなものを残したし、例えば、まあ、芸術映画と言われているホー・シャオシェンみたいな監督にもインタビューしても、子供の時はもう石原裕次郎だよ、で小林明だよって、そういう話しか出てこないわけですね。ですからそういうふうないわゆる B 級の、まあ、娯楽アクション映画の中にこそそういうふうな東アジアの越境性みたいなのがあると私は考えています。そうですね、メロドラマというものは非常に強い、まあ、メロドラマというのはもともとが西洋ですね、イタリアでメロディーのあるドラマというのを作ったんですけれども、それが、まあ、19世紀に小説とオペラで、20世紀にハリウッドを中心に全世界に広まるわけですね。しかしアジアというのはどの民族もそれぞれに固有の大衆演劇を持っているわけです。例えば日本における歌舞伎、中国における京劇とか越劇、パンス劇、それからタイのリケイ、インドネシアのワヤン、まあ、それから朝鮮のパンソリ、そういったものの物語というのはやはりアジア的なメロドラマなわけですね。ですからハリウッドのから入ってきたメロドラマとそれぞれの国のメロドラマが合体して非常に複雑なハイブリッドができる。でこれが東アジアの、まあ、映画の特徴です。ですからハリウッドよりももっと複雑なわけですね。日本の場合には能、まあ、が日本映画に与えた貢献というのは、まあ、ありますけどね、黒沢とか、しかし圧倒的に歌舞伎であり、それから明治以後の歌舞伎の改革運動である新派、それから新国劇
ですね。この3つがあったわけです。それからついでに言うと宝塚の存在はものすごく大きいです。でこういうふうな大衆演劇が非常に多様にあるということ、これが日本映画を非常に富を豊かにしているということです。ですから大衆演劇とか見せ物とかそういうものが確固とした伝統があり、観客がそういうものを見ているということです。これがすごくその一国一社会の映画の交流に関わってきます。日本で一番最初に、残っている映画は九代目の團十郎と五代目の菊五郎のもみじ狩りという作品です。歌舞伎をそのまま撮った作品ですね。映像でして残っているのがね、見る人も歌舞伎の観客、そしてストーリーも歌舞伎にいっぱいある。ですから美男俳優のどれがイケメンであり どうなっていう目の高さというものは歌舞伎ファンにとってはもう目が高いわけですね。日本映画だけじゃなくてアジア映画全般においてもやっぱりタイの怪奇映画がなぜあんなふうに向上したかっていうと、それはタイの大衆芝居ディケイという芝居があって、そこから映画が発展してきたとかね。ですからそういうものがある社会は映画がどんどん伸びていくんですね。培養土というかその土がいいわけですね。土がいいと植物が伸びるっていう、ハリウッドから種もらってきたらどんどん伸びるっていう、そういうふうに私は考えています。そうです。ですからシネマトグラフというものがフランスから来た時に日本人は驚かなかったわけですね。これは西洋の文略だっていうふうに受け取ったわけです。音がないけれども弁士というのがもう初めからいましたから、日本の場合にはこれも日本映画の特殊性ですね。弁士がサイレント映画がずっと続いて、世界中がもうサウンド映画になってもしばらく日本はまだ続けてました。それは弁士の圧力がすごく存在が強かったからですね。でもその弁士が喋って映像がこちらにある、これは文楽のシステムなんですね。文楽はお人形があってこちらの方で義太夫になってますからね。ですから西洋の文楽かという形で何の違和感もなく入ってこれたということなんですね。それからタイなんかにしても、タイマレーシアなどでは1904年あたりに日本の興行師が映画を持ってきたわけです。タイにとっては日本から来たというんで、日本の影というかジャパニーズシャドウという言い方をずっとしているわけですね、タイ語でね。それで必ずそれは弁士があって、1960年代に至るまで映画は弁士がつくもんだ、日本風にやるもんだというふうになってたんですね。ですからハリウッドを中心に見てしまうとこのアジア映画っていうのは分かんなくなってしまうんですけれども、もっと多元的に、東アジアにいろんな中心があるって見てみると、それぞれはかなり影響関係があったりしてるわけですね。地下の水脈でね、東アジアの映画に限ったことではなくて、映画というのは社会全体のイデオロギーを映し出す鏡ですね。それはどこの国でもそうですね。メロドラマというのはその社会全体の共同体の中で、これを言っちゃおしまいよっていうふうなこの価値観を体現しているわけですね。芸術的な映画っていうのは往々にしてそれに対して抵抗したり、あえてマイナーの方に回るわけですけれども、メロドラマというのは必ずそういう意味でその社会全体のイデオロギーの表面といいますか、記号学で言いますシニフィアンという言葉があるんですけど、意味するものの側ですね。世界中には、ある種の人たちが国際映画祭のために作る映画っていうのがあるわけです。カンヌとかベネツィアとかベルリンとか、あえて言います東京映画祭でもいいですけれども、そういうところに出品する映画っていうのがあって、それは作家の名前でアートとして作る映画なわけですね。でそれはヨーロッパとアメリカと日本のごくインテリの映画ファンと知識人のために作られている映画だとはっきり言いたいと思います。あるいはその作った国では上映されない、許可されない、検閲対象になるとか、そういう形でその国以外の国では見られるけれども、その国では見られないっていう、そういうアート映画ってのはあるわけです。昔でいうとテオ・アンゲロプロスがそうだし、日本の場合には若松浩二はベルリンで1965年に話題になりましたが、日本ではあのピンク映画が
なぜ日本代表だっていうんで国辱映画だって言われたわけですね。しかし今若松監督は世界中の映画祭ではもう良心とヒューマニズムの監督ですから、そのアーティスティックな映画というのは国の外で尊敬され、そして監督の名前で敬愛されている。でも私はそういう映画が重要だと思いますし、若松もテアワンゲスプロレスも尊敬しますけれども、一方で要するに名もなき映画ですね、要するに俳優で見る映画ですねまあ、こう言っちゃあれだけど、監督が誰が撮ったかわからないけれども、とにかく地元の人が見に行く映画だから、なんていうんですかね、イタリア料理なんかというとレストランじゃなくて食堂で食べるイタリア料理っていう、そういう感じの地元のものっていうのがやっぱり面白いんですね。ただしこれは研究するのがすごく難しいんです。それから研究が十分に行われていないんです。インドだと例えばシャトジット・レイについてはいっぱい本があるし、日本でも全作品が見れる。でもインドで1年間に1200本撮られてる映画のことは全然わからないわけですね。なぜならば言葉がわからないし、行ってみなきゃ見れないからですね。だからそういう意味ではそのローカルなそこで作られた映画っていうのは、そこに住んでそこの社会とか言語とか宗教とかその共同体のイデオロギーを理解していないとわからない。研究者っていうのは文化人類学者と同じようなもんです。そこに滞在しないとわからないみたいなところがありますね。でメロドラマっていうのは非常に重要なわけで、東アジアの映画の中心である以上にも全世界の映画のね、しかもバカにされてますね。メロドラマ悲劇っていうのは高級なんですけど、メロドラマは低級だと思われています。しかしメロドラマというのは絶対にバカにできないんで、メロドラマは女性が主人公で、女性を多くの観客として、そして女性の欲望とか女性の感情というものを中心に置くことで物語を作り出してきたジャンルなわけですね。まあ逆に言えばアクションは男性の方かもしれませんけども、でそういうジャンルが19世紀は小説とオペラで、20世紀は映画でっていうふうにあったということに対してきちんとした研究がなされていないんですね。ですからやっぱりメロドラマについての本を書こうと思っています。昔からやっぱり泉鏡花のような作家が、あるいは尾崎紅葉みたいな人がどんなふうに映画に脚本を提供してきたか、滝の白糸から金色夜叉から女系図から、でそれが台湾とか韓国でさえも映画になるわけですね。それから春金賞は香港でも映画になってます。そういうふうにしてそのメロドラマがどんなふうにその東アジアの中でどんどんこう、まあ流れていって、そこでまたヒット作を作るかという、そういうことをちょっと調べてみたいと思ってますね。ですから無意識的な情動というものに強くメロドラマを訴えるわけです。政治的なイデオロギーというのはもっと上の方にあるわけですけど、そんなものでももっと下のね、なんか泣けてくるんだよっていうふうになるわけです。朝鮮では、朝鮮王朝時代に春光殿、春の香りの殿、チュンニャンジョンという、まあ、パンソリがね作られて、で身分近いのは霧仙の娘と、それからお代官様になってしまった坊ちゃんの大恋愛なんですけれども、でこれが今まで20何本も映画になっている。でそれは日本統治時代に何本も作られ、最初のサウンド映画もそうだし、それから映画全盛時代の60年代にはお正月映画として2本同時に作られて対決が行われたり、それからついにディズニーみたいになんかチュニャンっていうアニメまでできたり、そんな風にしてどんどん作られていく。するとそれからもう一つでは香港でも作られてるし、日本では高木登録がオペラにしています。つまり朝鮮民族だけのメロドラマではなくて、それを見てる日本人も香港人ももう感激したから、それができたわけですね。ディドロっていうフランス革命の時の知識人がメロドラマっていうのを百科全書で定義して、感極まって泣き崩れることの芝居体験の喜びって定義したんですね。つまりそれもそれまでは悲劇ってのはあったけど、悲劇ってのは別に見てて泣かないんです。ハムレット見て泣かないでしょ。エディプス王見ててなんか大変だな、
そうそう、神様に逆らってこんな風にして大変だなと思うけど、あ、僕がハムレットだ、もう悲しいっては言わないですよね。ところが例ミゼラブルにしてもね、何にしてもメロドラマってのは泣いちゃうわけですよ、何人であろうが。でその泣くっていうことが素晴らしいことだってディドルは言ってるんですね。演劇の体験としてね、重要なことなんだっていう。だからそうですね、私の母とか祖母の代だと、あの映画はちっとも泣けなかったからダメな映画だって、そういうふうに評価するわけですね。で僕はそういうふうな映画の側面というのをもう一回考えるべきだと思うし、韓流のテレビドラマがなぜ2000年代にこんなに日本だけではありません、ミャンマーからこちらからみんなそうですけど、大流行して支持されたかということを、その問題というのはやっぱりメロドラマの問題だと思います。その2014年の4月は台湾の大学の先生をやってたんですけどね、学生がいなくなってしまったわけです。つまり授業やってる最中に、その要するにみんな立法院、つまり国会に突入してそこで座り込みをやってるもんですから、授業ができないわけですね。それでも他の教授に行ったら、教授たちも学生支持で座り込みやってるっていうから、じゃあもう立法院行こうってんで立法院に行くわけですね。で立法院に行ったら、先生こっち来いよって言って、日本人だけど入っていいのって、いやその外国人ほど見てほしいんだって言って、で立法院なんか入ったわけですよ。で中で映画大会やったりとかね、いろんなことやってるわけですよね。でバリケードを作ってるんですよね、だいたい20歳ぐらい の学生たちが。それで、まあ、私は1969年に高校でバリケードちょっとだけやったから、バリケードの作り方ってのはあるわけですけれども、今の台湾の学生たちがバリケードの作り方を知ってるのかと思ったら、結構上手に作ってて、椅子とか机とかね、ガムテープとかいろんな紐でね、でこれどうやって作ったんだって言ったら、それはね、悲惨世界っていうね映画を見たんだと。悲惨な世界って、でこれにバリケードの作り方が出てるんだって言うんですね。で悲惨世界ってのはレイ・ミゼラブルのことなんですね。でレイ・ミゼラブルの映画をみんな見てたわけですよ、この間の新しいバージョンをね、まあ、あれは世界中に日本もそれからメキシコも含めて30ぐらいレイ・ミゼラブルって映画が作られてるんです。日本でも西南戦争を舞台に原節子と大河内伝次郎で作ってますけど、まあ、それは別にして、一番新しいレイ・ミゼラブルの学生たちはみんな見てて、あれに1831年6月のパリの路上でバリケードを作るシーンが延々と出てくるんですね。でそれを見て、あ、こんな風にやればいいんだって、ね、みんなが作ったわけですよ。で彼らは585日間5時間抵抗して、それで要求が叶ったっていうんで立法院を出るわけです。出る時にもみんなレイ・ミゼラブルの主題歌を歌いながら出てきたんですね。Can you hear people singing? みんなが人民が歌ってるのを君は聞こえるかいって、そういう歌が主題歌なんです。最後にフィナーレで歌う歌なんですけど、それを歌いながら出てくるんですね。つまりこのぐらいにレイ・ミゼラブルっていう映画が政治運動にまで影響を与えているっていうことなんです。台湾人の学生たちはこれを抵抗の手段だ、民主主義を守る手段としてメロドラマを受け取ったということですね。いろんなことができる。ですごいことはレイ・ミゼラブルという文庫本で5冊ぐらいの本を端から端まで読んだ人はほとんどいないにもかかわらず、みんな知ってるわけです、ストーリーを。でこれはこうなるとか、あれはこうなるとか、でそういう話をして、で今度の映画見たとか、今度の舞台見たってんで、あの場面こうなってたってんで盛り上がるわけですね。でこれはメロドラマの力なんです。で多くの優れたメロドラマは途中まで見てると、きっとこうだろう、こうなるだろうって想像ができるわけですね。でそうなればやっぱり素晴らしいし、そうならなくてまたどんでん返しと、やっぱりもっとすごい素晴らしいってことになっちゃう。あのあとどうなるんだろうって、ね、みんなこうまた討論するわけですね。そういう力を持ってるわけですね。でこれがやっぱり映画の根底にあると私は思いますし、東南アジア、東アジア、南アジアの映画というものを複雑にしている、吸収して少しモディファイというか変わっていくわけですね。で大筋は同じだったり、で元のものを知らなかったりするんですね。それが面白いんですね。渡哲也と浅丘ルリ子は神戸でね、
打ち合いやって、ルリコが裏切って、渡辺先生が神戸の埠頭で刑事に撃たれて死ぬっていう、でこういう映画を見て、それからずっと後になって勝手に仕上がれって映画を見るわけです。なんだストーリーは同じじゃないか、てっちゃんの映画のパクリをベルモンとかやってるのかと思ったら実はそうじゃなかったわけですねこういう映画体験なわけで、逆に僕はやっぱり渡辺先生の紅の流れ星も素晴らしいと思うし、で文化っていうのはそういう著作権とかなんか版権とかそういうことできれいにきれいにこう進んでいくときにもうつまらなくなってるんで、あの密輸というかパクリですね、どん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 こう無許可でこれ面白いからパッと使っちゃおうって言ってるときが一番活力があるんだと思いますね。まあ、ブルース・リーのことはそうですね、どうしても映画史家というよりも個人的な話になってしまうわけですが、まあ、とにかく大学時代にはもう本当にブルースに夢中でしたね。でその頃に見たサタデーナイトフィーバーなんて映画の中でも、あれはイタリア系のペンキ屋さんの、まあ、ブルーカラーの青年が土曜日の夜だけはディスコに行くんだ、彼の部屋にはブルースリーのポスターが貼ってあるわけです。ブルースリーっていうのは別に香港人だけではなくて世界中の本当にブルーカラーの人とかまあ、エスニックマイノリティの人たちにとっての憧れの的だったわけですね。特にもう黒人アフリカ系のアメリカ人にとってはブルース・リーは神様ですね。日本はブルース・リーを輸入するっていうか配給するのが一番遅れた国ですね。バカにしてたんです、日本の配給会社映画会社は。香港映画なんて誰が見るかって、開けてみるで一番悪い2月の一番寒い時期に公開したわけです。つまりお正月映画とかゴールデンウィークとか夏休みの始めっていういい時期じゃなくて2月の一番悪いとかに、これでもしょうがないからかけるか、めちゃ当たりしたわけですね。日本の映画配給会社がいかにアメリカ中心西洋中心であったか、いまだに洋画とか言ってますよね。でもブルース・リーが出てきて全てを変えたわけです。ブルース・リーは生後4ヶ月の時から映画に出ています。6歳の時から18歳までは天才子役としてチャールズ・ディケンスのデイビッド・カッパーフィールドの香港バージョンで主演をやったりとか、もう本当に痛い気な孤児、戦争孤児とかそういうのやったらもうリーシャーロンさんに負ける、出る人はいないっていう。でそういうことをやってるうちに、彼が生まれた1941年のサンフランシスコのチャイナタウンのことが気になってくる。そこで彼は生まれて、国籍アメリカで生まれて数ヶ月後にそこで撮られた映画で赤ん坊役で出るわけです。そこから始まるわけですね。お父さんは有名な京劇役者でした、関東劇で越劇役者でした。でここからはね、僕ではなくて僕の親しい研究者が調べてるんですけども、アメリカので女性監督がどんなふうに出てきたか、ほとんどいないわけです、長い間。ところがチャイナタウンには女性監督が普通にいたんです。それもハリウッドで勉強して、そしてサンフランシスコでメロドラマを撮って、世界中のチャイナタウンに発信する映画を作ってたんです。女性監督2人いたかな。つまりアメリカで白人たちの中で女なんかメガホンなんか逃げるわけないだろうって言った時に、サンフランシスコのチャイナタウンでは女性の監督がちゃんと映画学校で勉強してハリウッドで修行して、そして全世界配給の映画を撮ってた。そこでデビューしたのがブルース・リーですね。それからあとマーシャルアーツ、武道っていうのが必ずどこの社会でもエスニックマイノリティによって作り出された。例えば沖縄の場合には薩摩の侍によって沖縄人は刀を持つことを禁止されてました。だから手を刀にするしかなかった。そして空手ができるわけですね。必ず武道というのは虐げられた、差別された被差別の人間が、弱い人間が自分の護身術として作るわけです。でブルース・リーはそう、ブルース・リーの武道の先生は女の先生ですね。ただしブルース・リーはね、おばあさんがドイツ人だったからね、100% 中肝心ではなかったからね、まあ非常に香港に帰ってきてから、まあ香港に行ってからというかな、非常に屈辱的な扱いを受けたんですね。それが彼を非常に屈折させてますね。ブルース・リーのことは非
常に調べれば面白いことが分かる。ワシントン大学で彼は哲学で、卒業論文はスピノザです。つまりスピノザはデーコンと精神と肉体は分けることができない、デカルトは精神と肉体を分けた、間違ってるって、そういうふうに言ってた人ですね。だからブルース・リーはスピノザの影響を受けてます。考えるんじゃない、感じるんだ、これスピノザの言葉ですよ。だから私はブルース・リーの書いた本が3冊あるんですけど、みんな真面目に読んでないでしょ。私はちゃんと読みましたよ。どういうふうに彼がドクター鈴木大拙の影響を受け、スピノザの本を受けて、そして映画にということをね、きちんとブルース・リーのメッセージを受け取るべきだと思います。僕は必要だと思います。今もう人間と人間の距離ができちゃって、みんなこうクールになっちゃって、ね、草食系になっちゃったって言うけど、やっぱりメルダム的なものをもっと本当はみんな持ってるというのなんかもう忘れてしまってるみたいなね。だから寒流が出てたけど、本堂に戻ったっていう感じがしますね。